第7試合セミファイナルクラッシュウェルター級ワンマッチを行います。アコーナー174センチ67.4キログラム、谷山チーム、山際和樹。この18歳に勝てばと山際和樹、31歳47戦目。赤コーナー180センチ67.5キログラム、体勢開花、 K1 甲子園2017-2018アンダー65キロ王者、近藤海星。まだ未完成、完成すればと18歳近藤海星、プロ7戦目を迎えます。さあ竹原慎二さんに伺いましょう、はい、左側赤いグローブの近藤海星は10代3勝3 KO というレコードで来ています。こういう存在って本当にどこのリングでも楽しみですよね。そうですね、まだ10代だし伸びしろがありますよね、はい、それに対してこうしてベテランの山際が立ちはだかるっていう図式ってやっぱり結構燃えますよね。燃えるんじゃないですか、まあ、お互いに燃えますよね。そうですね、はい、さあ試合は第1ラウンドです。セミファイナルクラッシュ112ウェルター級 67.5 キロリミットです。ともにオーソドックススタイル、赤いトランクス山際。さあ石川さん、はい、この戦いのポイントぜひ教えてください、うん、近藤選手はもうね、あの全ての攻撃柔らかいんだけど、柔らかいんだけど強いんですよね。パンチも蹴りも膝も全部強いんですよね。であと山際選手はジャブがすごく上手、はい、ジャブをつきながらミドルキックですね、蹴りのモーションが、うん、蹴りの種類がミドルキックが、うん、同じ距離から何パターンものね、あの蹴りの種類があるので簡単には入れないんですよね。だけどこの近藤選手はリーチをうまく生かして戦うので、どっちが先に攻撃を当てていけるかというのが、うん、キーポイントになりそうですね。高野選手、はい、いや緊張感はらんでっていう滑り出しになりましたね。そうですね、うん、あの山際選手は本当にあのあれですね、自分のスタイルを崩さない、はい、うん、ずっと手を引く選手なので、はい、そういう相手に勝つっていうのはすごい難しい、のでそうですね、どうやって崩していくっていうのがポイントになると思います、うん、まあ、難攻不落っていう表現はよくありますけれどもね、はい、その一人がキャリアある山際。小谷選手、これ距離感って今どう見えてるんですか。そうですね、なかなか前に出れてないですね近藤選手が、はい、もう少し手数とかあの触る程度でいいので、はい、もう少し手数増やしていきたいですね、うん、右のパンチ外からという近藤、あ左も速い、やっぱリーチは近藤選手の方が有利ですよね。それを一つ線を引くように見せました、はい、竹原さん、近藤のパンチどうですか、はい、わいいと思いますね。あのまず距離感がいいですね、あの、蹴りの距離にしてもパンチ打つ時の距離にしても距離感がいいですね、はい、で17歳ですよね、今18歳ですね、はい、えらい落ち着いてますよね戦い方も、ね、一つそれがまずリング上現れています。そうですね、はい、左外からフックを引っ掛けたと近藤海星、そこに得意のミドルキックは青いグローブの山際。時間があっという間に過ぎていきます。右ストレート左を見せてからローキック、ストレートもう一発、蹴りに合わせたか近藤、外からテンプルを打って力を抜いて、いやもう近藤選手はもうこの1年でね、はい、強い世界的なレベルの選手と戦ってきたっていうことから来る自信ですよね。自分を信じるという意味で自信が手に入って、だからこそどんだけ今まで以上に冷静に慣れてますよね、そうですね、そのままでこれもワンツー左右、さらに縦蹴り気味、ちょっとこう足首も軌道変えるようにしてきます。右ボディ強い、打って離れて第1ラウンド終了を迎えています。またここも落ち着き払った表情で赤コーナーに戻ってまいりました近藤三兄弟、その三男としても知られています。18歳の近藤、竹原さん、はい、パンチについてはお話伺いましたけれども、1ラウンド3分どうでしたか。そうですね、まあ、距離の取り方もうまいし、リードパンチリードキックの当て方もうまいですよね、はいはい、まずリード
ジャブが強いというお話はもうジャブじゃなくても左ストレートに近い打ち方してるんで、いいですよね、届いてまたその威力、石川さん今うなずいてらっしゃいましたけれどもね、はい、相当一発一発が的確かつ強いんですよね、はいはい、だから決してあの手数多くはないんですけど、多く出す必要はないんですよね、もうちゃんと自分の、出すべきタイミングが全て分かっているので、はいはい、柔らかいんですよ、その柔軟さ、十分に見せた第1ラウンド、さて試合は第2ラウンドに突入します。ウェルター級の新星ジョーダン・ピケオー、木村フィリップ・ミノルとの戦いも経験した赤いグローブの近藤、ローキックから入ります。ローキック、うわー、しかし一発一発場内に響く、山際もこのローキック食らいましたが、高野選手に伺いましょう、はい、今度山際サイドから見ていただけますか。そうですね、詰められたくないですよね、やっぱりミドルとか蹴りで勝負したいと思うので、はい、蹴りの距離で勝負したいと思うので、うん、どれだけこの距離を守れるか、はい、あとどんだけ間を使えるかがポイントかなと思いますね、その間っていうところ面白いですね、はい、これ、はい、間のこの間ってポイントが動いてないんですよ、なのでこれどうだけ動かす、なんかこう、はい、使えるか、はい、で自分の攻撃を出せるか、ポイントを取れるかっていう感じのスタイルだと思うので、山際選手はワン、ツー、スリー、フォー、4つ目はボディの近藤。竹原さん、はい、近藤のパンチって実際どうですか、これ効いているかどうかっていう点では。いや、効いてると思いますよ、思い切ったパンチが当たってますからね、はい、であとやっぱり右、まあ、近藤選手は、はい、もう常に自分の距離で戦ってるんで、はい、有利ですよね。そうですね、山際選手はね、やっぱりね、もっと中に入って中に入って手を出さないといけないんですけど、その距離を、ね、はい、取られてしまうんで、小屋選手、やっぱりそこはその2人のスタイル、はい、兼ね合いっていうのも大いにありそうですね。そうですよね。ローブローとなりました。ここはタイムストップです。場内の時計で残り1分26秒。小屋選手に引き続き伺いましょう。はい、まあ、本当に間合いもこうやって変化している中でっていう戦い、はい、中盤ですね、第2ラウンド。そうですね、フィジカル面はやっぱりでも近藤選手の方が強いですね、この、ね、年齢ですごいなと思います、どういうところでそれ分かりますか。圧力もそうですけど、やっぱパンチの切れとか、はい、やっぱパワーあるなと思いますね。お、すごいです。パンチのパワーっていう点ではぜひ竹原さんに伺いたいですね。はい、やっぱ左リードパンチですか、はい、もうストレート気味で結構もう入ってこれない打ち方ですよね、右も伸びて強いパンチを当ててるのに、はい、非常にいいと思うんですけどね。で、石川さん、うわ、今右もそうですが、はい、なかなか山際に入らせないで、ね、自分のペース、近藤選手は山際の蹴りを警戒してるんです。蹴りを警戒というか、蹴りを待ってるようなイメージもあるんですよね、はい、山際選手の蹴りでどんどん入ってくることに対しての返しを必ずやってるし、だから不用意に蹴れないんですよね、山際選手としては。山際もそのパンチテクニック向上というところには努めてここに来てるんですけれども、ね、そうですね、この試合に向けてそういう風に言ってましたもんね、はい、やっぱりどうしても蹴ってる時っていうのは片足立ちになるので、はい、片足立ちになってるその間っていうのを、どうしてもそこをね、近藤選手に狙われてしまうっていうプレッシャーがあるんだと思うんですよね。うわ、狙いすまして今も足首からまた柔軟そのものという動き、高野選手のお話を裏付けるような蹴りありますが、蹴りではと意地もあるか、31歳山際。第2ラウンドが終了しています。さあ、竹原さんに伺いましょう、はい、まあ、緊張感はそのままでここまで来ているように見えます、どうですか。そうですよね、緊張、あとさりげないプレッシャーをかけながら近藤選手いってるんで、うまいなと思いますよね。しかし今ね、クラッシュの選手にしろ K1 の選手にしろ、本当パンチの技術がすごいですね、うまいですよね。そうですか。そうですね、ただね、ラウンド数が短いんで、はい、その、駆け引きとかあるんでしょうけど、うまいですね、みんな。やっぱりそのプロボクシングの最高峰は12ラウンドであって、はい、そういうところで全く違うというポイントもあると思いますけれども、はい、そうですね、それプラス、蹴りのキックの距離感とかもあるんで、詳しいことは分かんないですけど、しかしでもうまいです、パンチは。そうですか。さあ、セコンドアウトの声がかかって最終第3ラウンドに突入します。
2020年3月28日後楽園ホールクラッシュ112近藤海星赤いグローブ、プレッシャーを石川さんかけてきてますか、はい、左速いプレッシャーですよね、近藤選手はもう正しくワンツーだけで倒しちゃいますからね。これまでもストレートで倒す、うわこれもそうです、うん、あれですよね、竹原さんがさっきおっしゃってるように、はい、ストレートのようなジャブなんですよね、それでまず相手をぐーっと引き上げておいてからその後右が飛んでくるので、あれで相手はね、体崩れますからね。また必ず山際の攻撃にはかわして返しがあります。これがローブローとなりました第3ラウンド。さあ高野選手に伺いましょう、はい、立ち上がりからですね、考えていることは何でしょうか。そうですね、山際選手は多分これでいいんでしょうね、多分距離守ってポイント取りたいっていう、はい、うん、絶対付き合わない、うんうん、これをつないでいってますよね、うん、そうですね、今も距離外して、うんうんうん、なんとかしようとしてますよね、うん、なんで近藤選手がやっぱり熱い試合するのは前で行くしかないですよね。そうですね、うん、もう最終第3ラウンドです。左リードジャブはストレートのごとしと竹原さんからの評価もあった近藤海星、ね、フェイントも入れてるんで上手い、はい、そのフェイントも上手いですよね、それで判断させづらい、判断しづらくなっているのが山際の方です。ちょっと鼻の周りこう出血もあるのか山際。いやでもこれだけね、近藤選手のプレッシャーを受けながら、ちゃんとミドルキックを当てる、はい、山際選手はやっぱり蹴りし技師だなと思いますね。ですね、勝ち職人なんていうニックネームも、はい、こういうタイプのね、選手にミドルキック蹴るのはリスキーですからね、はい、よっぽど自分の、うん、距離感、はい、蹴りの強さバランス自信がないと蹴れないですからね。またこのラウンドこの時間帯でどうやって崩してくるのか近藤海星。小谷選手、はい、今これ近藤にセコンドについてアドバイスを送るとしたら何なんでしょう。あれですね、蹴り終わりか、あとは蹴られないことですね、はあ、うん、やっぱり詰めるか外すかポジション回るか、はい、しっかり対応した方がいいですね。もう少し、うん、様々に左、はい、その後もカットしています。この試合の中でも成長を見せつける18歳近藤、リードジャブは速い。また竹原さん、はい、ちょっと組んでしまった時に相手の顔をのけぞらしたりえぐい面も持ってるんですがね、うまいですけどね、この攻撃でダウンを奪ったのが近藤、蹴り終わりですよね、蹴り終わりの、はい、その攻撃焦点はきっちり近藤が見えていましたね、はい、そして右のフック左のフックへバチは、そうここから行くかどうかですよね、より正確に、あと17秒、ダメージはありそうですね、山際、ね、そこに左のフック、顎先ボディーへは膝、ベテランの動きにブレが見られた。ここはノーダウン、しかしその最中終了のゴングが鳴らされています。セコンドとはタッチを交わした近藤海星、ダウンを奪っています。いや蹴り終わりをしっかり、打ち抜きましたね。やはりその際、っていうところが大事になりましたね、はい、そうですね、いや本当に、ね、3ラウンド目、山際選手どんどん蹴って、はい、いい蹴りの距離感を掴んだと思いきやですね、近藤選手はずっと冷静でしたよね。竹原さんどう映ったんですか。そうですね、近藤選手は常にバランスが取れてて、はい、蹴りにしろパンチにしろ正確性がありましたよね、そして落ち着き払っているという、ずっとそうですよね。さあ判定の発表、ダウンを一度奪っているのは近藤です。ジャッジ岡田30対28、赤近藤、それが評価されて2ポイント差、近藤。ジャッジ山根30対27、赤近藤、近藤海星2人が30対27、1人が30対28、またまた一歩前に進んだ18歳が近藤海星です。さあ 100% 出せればというベテランに勝ちました。小谷選手、はい、これは大きいですね。大きいですね、こういう難しい相手に勝つっていうのは本当に大変だと思うので、また一皮むけると思いますね、うん、
そして完成はまだだなんていうコメントもありますしね、はい、でも3ラウンド目の終盤でダウン取るってすごいですよ。やっぱりこの今日、うん、しっかりチャンス取りましたね、はい、右のストレートを打ち抜きました。竹原さん、改めて今の時点で近藤快晴にコメントください。そうですね、もう、まあ、終始バランスの取れたいい選手なんで、はい、これからは、ね、もうちょっとね、ですかね、KO を意識して戦ってもらいたいというのが僕の欲ですね。これだけいいもの持ってるんで、はい、期待を含めてってことになりますか。そうですね、はい、確かにこれで4勝 4KO とはなりませんでしたけれども、3KO ですが、この勝利、山際一輝は他団体の元王者、それに勝ってまた未来を作ります。近藤快晴。